線形補完、線形補完、線形補完、は多項式補完の特殊なケースで線形多項式、一時式を用いた回帰分析の手法である。一時補完としても知られている。なお、三つ以上のデータに対し線形補完といった場合、一つの線形近似によるフィッティングではなく、区分線形関数を使った区分線形補完、一時スプライン補完。 いわゆる折れ線グラフのことである。線形保管は数学の世界、特に数値解析やコンピュータグラフィックスを含む多くの分野で非常によく使われている。保管の非常に単純な形式であり、これより単純なのは0時保管しかない。座標とがあるとする。ここで X、X の間にある X が与えられたときに、この線上にある点を得たいとする。 図をよく見ると、次のことがわかる。両辺と同じ値である値をフォーミュラに投稿。これは、保管係数である。これは、X から X までの距離と X に当たるまで動かした点までの距離の比である。X に入る値がわかれば、次の式によって、フォーミュラ2が得られる。また、次の式も成り立つ。この式を代数的に操作すると次のどちらかの式が、 得られるこの式からフォーミュラ2の値を計算すると直接 y の値を得られることがわかる。この式は x が x と x の間になくても成立する。それゆえにフォーミュラ2は0から1の間にないかもしれないがその場合通常は比率とは呼ばれない。その場合は線形外装法と呼ばれる。外装を参照のこと y が基地で X を知りたい場合、X と Y を交換して全く同じ手続きをすればいい。これはもっと複雑な保管アルゴリズムにはない特徴である。線形保管はしばしば、ある関数、F 上の他の2点の値を使って、その関数上のある値を禁似するのに使われる。この禁似による誤差は次のように定義される。ここで、P は線形保管多公式であり、 以下で定義される。エラーは次に示す式の範囲内にある。この式はもし関数 F が2次の連続する同関数を持つならば、ロルの定理を使えば証明できる。見ればわかるが、与えられた関数上の2点間の近似は、近似された関数の2次同関数から計算された値よりも悪くなる。このことは、カーブを描いた関数は単純な線形補完を使った。 近似を行うと、ワルチが出ることからも、直感的に正しいことがわかる。計算量が非常に少ない。一般に、スプライン補完は、連立方程式を解くが、一時では、例外的にその必要がなく、計算量は、フォーミュラ13に過ぎない。連続だが、区分的にしか滑らかでなく、同関数及び高事同関数は一般に、不連続である。一般に、 N 次保管は N 一時同関数まで連続である。連続性により元データにない値が現れる。ただしこれは最近棒保管や特殊なアルゴリズム以外に共通の特徴である。また同関数が不連続であるので元データの傾きが大きく変化する付近で高調波が発生してしまう。単調性が保持される。つまり元データが単調増加だと保管結果も 単調増加である単調減少でも同じ。このため、オーバーシュート、元データの傾きが大きく増える直前に保管結果が少し限固と、またはその逆がない。線形補完はしばしば表の穴を埋めるのに使われる。もし、ある国の1970年、1980年、1990年、2000年の人口を表に持っていて、 1994年の人口を見積もりたいとする。線形補完はこういうことを行うのには簡単な方法である。日間の線形補完の最も基本的な操作はコンピュータグラフィックスでよく使われる。プレゼンハムのアルゴリズムは2点間を結ぶ線を段々に補完して描画する。一時補完は大抵のグラフィックスプロセッサーにハードウェアレベルで 実装されている。この処理はより複雑な操作を行うための処理の一部として使われている。例えば、は2つの一時保管を使ってできる。画像は多くの場合、線形保管で十分な品質が得られるが、連続という性質上、インデックスカラー画像には使いにくい。リアルタイム処理系では、テクスチャフィルタリングに使われる保管モードに、バイリニア保管がよく選ばれる。 この処理はコストが安いので、非常に多くのテーブルエントリーを持たずに、滑らかな関数用に素早く参照できる正確な、ルックアップテーブルを実装するのも良い方法である。線形保管は古くは、表中の空白を埋めるのに使われていた。またしばしば天文学的なデータにも使われていた。この手法は、セレウコス朝、紀元前3世紀終わりやギリシャの天文学者や、 数学者である、ヒルコス、紀元前2世紀などによって使われていたと考えられている。線形補完の記述は、プトレマイオス、2世紀のアルマゲストに見ることができる。要求される状況によっては、線形補完は、しばしば十分に正確でないことがある。その場合は、2次以上、通常3次の多項式補完もしくはスプライン補完で置き換えることができる。 線形保管はまた、二変数の関数のためのバイリニア保管にも拡張できる。バイリニア保管はしばしば乱暴なアンチエイリアスフィルタとしても用いられる。似たものとしてがあるが、これは三変数の関数を保管するために使われる。線形保管の他の拡張としては、三角形や正四面体のメッシュのような他の網の目構造に適用される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。